腕つぼコースを行います。腕つぼコースは20分2000円からありまして、手の疲れもそうですが肩こりの方におすすめです。手の疲れを腕が負担して、腕の負担が肩にまで及んでしまって肩が凝るという人もとても多いので、そういう方には肩周りだけをほぐすのではなく、手指や腕の疲れもほぐしてあげた方が効果的です。今日冷えんじゃない？力加減はいかがですか？大丈夫です。気持ちいいです。はい。はい、ちなみにここは目の疲れを取るツボになります。かなりこのラインが凝ってますね。これも響きますね。痛いですかね。あ、でも気持ちいい方が強いかな。はい、あ、そこに出た。この辺はあの大腸の状態で悪い時に痛いですね。で、ここは肺の状態、大腸もそうなんですけど、肺や大腸が状態が反映されるところです。硬いですね。痛気持ちいい。はい、ここが万能ツボであるところの合谷なので、非常にきつく感じる方が多いと思いますね。痛いですね。合谷は非常にいろんな、どこでも痛みがあると、特に頭痛ですとか吐いたですとか痛いですね。結構ね、この手の骨際、ここら辺もそうですけど、
みんなツボのラインになります。悶絶しますね、はい、状態が悪いとやっぱりすごく痛いんですね。そんなに深く入れてるわけではないんですけれども、ここも背景の経絡のツボになりますので、このラインで骨際にグッと入れるようにすると非常によく効きます。今これで腕が和らぎましたね、はい、無意識に力が入っている部分があるので、今の詰まりを取ることで腕の筋肉も和らぐわけですね。これはこのようにしっかり当てながら振ることで、この2本の腕の2本の骨がありますけれども、この間が尺骨と頭骨で、開いてきてしまうんですね、使ってるうちに。それをこう押さえることで、その開きを元に戻す、縮めて正しい位置に持ってくることができます。痛みが減ってきましたね、はい、はい、ここまで痛いですね、はい、まあパソコン作業などをする場合ですね、こういうふうに背屈させた状態にするので、ここに非常に負担かかるんですね。ここの間が詰まってきて、凝りができて痛くなります。ここね、これ凝りですね、痛いですね。ちなみに手のひらでいうと、もう一つ万能ツボ、ここですね、老朽というツボがあって、はい、足の有線と同じように、こう押せば命の泉湧くの有線のように、老朽というのはこう疲労の老の宮と書きまして、疲れを取るツボということになります。マッサージはそれほど疲れがひどくなければ痛みも軽いんですけれども、疲れがひどい時は結構痛みが強いですね。足のリフレクソロジーと同じですね。今モデルさんがですね、ちょっと痛みには結構強い方だということがあるので、少し強めにやっていますけれども、それはお客様に応じて加減いたしますので、ご安心ください。痛み和らぎましたね、はい、はい、手指とか腕の疲れが緩和すると、肩も結構それで負担が減って柔らかく楽になります。今も初めに比べてこの辺の緊張がほとんど抜けて緩いですね、はい、大丈夫です。これで右側行います。それで今こう右の状態と左の状態と結構違いますね、うん、
ちなみにここのこのツボですね、ですけれども、この手サニを押した時のごめんなさい中指の反応で自律神経が正常かどうかがチェックできます。今こうして押した時にほとんど動かなかったので、ちょっと彼女は今自律神経の調子は悪いということになりますね。ボロボロですねまあやはりちょっと不規則な生活をしていたり調子が悪いっていう時は自律神経も正常に働いてないっていうことになる。よくツボがどこにあるかわからない、 どうしたら押せてる感じがわからないということをおっしゃる方がいるんですけれども、ツボを押す時のコツとしては骨際を狙うということですね。骨際、ここ硬い骨あります。これこのゾーンで骨がありまして、でこの骨のくぼみといいますか、押した時に骨の中に潜らせるような感じですね。こうで特にその中でも関節のそばにはツボが集中しますね。大きな骨のそばにはだいたいツボがありますので、そういうところをこう狙う感じですね。こういうところとか、ここもちょっとかなりここで筋肉が張ってますね。これ痛いですね。はい、ただまっすぐ押してもブヨブヨ動いてしまうので、固定してグッと潜り込ませるように押すことがツボを捉えるために必要なプロセスといいますかね、角度をつけるとか動かないようにちょっとこう固定をつけながら押し込むというのが効かせるコツになります。ツボっていうのはもうその文字通り言葉通りくぼんだところということになってます。表面にあるのではなくて、少し中の気の流れ道にツボが存在してます。とどとど凍ってるところがツボですので、ね、手はもう本当にどなたも非常によく使う割にケアをしない場所ですので、硬くなっている方が多いんですね。力が入っているポイントになります。割にこの手足がしなやかであったかくてという人は肩こりや腰痛というのに悩まされるっていうこともないんですね。まずはやはり末端の状態が悪い人というのは体幹部分にも、症状を抱えている人がとても多いです。であまりひどくなってしまっている場合、体幹からやってもですね、例えば背中や肩首を押してもですね、あまり効かなかったり痛く感じてしまったり、まあ、取れてもすぐに元通りというふうになってしまいますので、末端をほぐしておいて、出口を作っておいてあげるということですね。体というのは個別のものではなくて、全身がつながって、それぞれ連動して成り立っていますので、痛いところだけを揉めばいいとか、悪いところはどこなんだという
ことにこうポイントを絞ることにこだわってしまうとですね、根本的な改善につながらなかったりですとか、本質が見えてこないままに泥沼に入り込んでしまうような感じになることもありますので、まあ、痛みが出るとか体調を崩すとかっていう、確実に悪くなっているっていう時はもう部分では支えきれなくなったというふうに見て、全身から治していくというふうに全体をケアしていく、全身を見るという、態度が望ましいですね。彼女もこう関節が硬いんですね。引っかかりがあるような感じで、だいぶこう力が入った状態が慢性化しているわけですね。痛いなとか無理をして生活を続けたためにですね、こわばりが定着して体が自然に流れるような連動というのがなくなってます。なので、まあ、動きがどうしても負担がかかる動きでしか動けないという状態に悪循環ですね、なってしまっているので、引っかかりを切ってあげて滑らかに動く、全体が負担をカバーできるように、まあ、肩こりの原因にもなりますね。やっぱり本当は動くところなんですけれども、もうこの肋間筋も縮んでるわけですね。でも今のでだいぶ関節は柔らかくなりました。はい。パーツに制限がかかると他の関節にまでそのしわ寄せが来て硬くなっていくわけですね。
ればちょっと首逆向きにできますか。はい、そうです。おお。痛くないですね。こちらの方がまだマシです。ここにまだこちらの方が若干の余裕があるんですね。さっきこっちがもっとひどくて余裕がなかったですね。二の腕の前肉になったり肩こりになったり、まあどっちが先とも言いづらいんですけども猫背になるというのも肩甲骨の開きからですね。以上になります。ありがとうございました。